からそう離れてないけど、まさに弱肉き、ほらちょうどこんな風に。おとなしくしやがれ。こいつはどうだ。おとなしくしやがる。これ。心配ない。狼は友達。お前たちは？オイラたちはただの旅人だけど。お前たち普通じゃない。知ってるに。騎士団だろ。騎士団に友達いる。俺はレザー。おー。ああ、狼は家族。家族？家族。俺を育てた。一緒に。なんか彼らに怒られた。お前たち助けるために待ち伏せバレた。そうだったのか。じゃあ旅人が手伝うっていうの。旅人もなかなかやるぞ。やめておく。遠慮するなよ。満足させてやるから。ありがとう。俺たちなら五六頭は捕まえ。そう、気にするな。騎士団の赤い熱い彼女なら山を燃やす。イノシシ。そろそろ行く。ここ安全じゃない。変わったやつだったな。そういえば騎士団にいる誰のことかわかるか？
暇してそうだね。ぎこの言葉の。こっちは最近忙しいんだ。なんたって偵察騎士の責任は重大だからね。もちろん手伝っ。やっぱり最近狼たちが水管橋付近のキャラバンを襲うようになったの知ってるかな。狼だからモンドの狼は基本冥観山地と放浪寮から離れる。うん、あそこの生態系は原始的だけど独自のルールがある。そうだから狼が水管橋。狼っていうとアマは知らないけど、そんなところに人がいるの。悪い、赤くて熱い女の子は何の話かな。とりあえず今から水管橋に行って調査しようと思う。一緒についてきてくれる？そうなの。でもヒルチャールより実は今日の昼前。町が襲われた？ひどい。そうでしょ、町が襲われたからもう道中は襲われないだろうと思ってたのに、今度はヒルチャールが来るなんて。もしかしたら町に何か。荷物や荷車は大丈夫？あ、うん。惨めだ、立てなくなるとは。そんな。でもその人怪我してないぞ。ああ、そうだ、惨めだろう。びっくりして立てなくなるなんて。あ、うん。他に目撃情報はないかな。初めて狼を見た。怖かったよ。役に立ちそうな現場の痕跡。狼の数は2匹だけじゃない。うん、2メートルくらいだな。狼は神秘的な生き物だからな。
を襲った時、そのドアにぶつけた。とにかく今回の襲撃で大怪我。体毛だね。この毛色、本に書いてあるモンドの狼と全然違う。狼の体毛だって均一じゃないだろ。でもこっち見て。別の毛か。ん？何かついて。うん、これググプラムの種だね。この種は見た目が特徴的だから分かり、モンドだと放浪領と冥冠峡谷だけに見られるはずだけど。じゃあやっぱり放浪領の狼なのか？同じところでも詳細はまだわからないけど、これも調査。さて、調査で何か分かった。うわ、立てたのか。ああ、なんとかね。地獄から戻ってきた。それで騎士団、現場に残された体毛から狼は放浪領で暮らしていると考えられるけど、でも安心して、すぐに放浪領に行って真相。こんな危険な状況、騎士団が放っておく。いいだろう、助けに来るのは遅かったが。うわ、俺たちは今すべきことをするとしよう。ちょっとバカな真似はやめてよ。笑わせるな、俺たちは騎士団とは違う。このか、行くぞ。本当にみじ。何がだ。彼らの見合いがだ。若い奴はすぐカッとなる。バカなことをしないよう見ておいてくれ。それも私たちの仕事だから安心して。相手が嫌なやつだ。私たちに任せてちょうだい。早く放浪領に行こう。血の顔を見せてくれ。誰だ。落ち着けレザー。お前は、お前も。なんだ、知り合いじゃないのか。知らない。赤いけど、あの子ほど熱くない。ああ、わかった。あんたたちが言ってた狼少年。そう、レザーって言うんだ。助けてほしい。お、説明する時間ない。ルピカに逃げろと言った。奴らが来た。さっきの奴らのことだな。そうだね。でもその前に聞きたいことがあるんだけど。血の匂いだ、急ごう。まさかあのバカたちが。
人じゃない、狼だ、ルピカの。だからルピカ、ルピカは運命の家族。狼が人を受け入れ、人が狼を受け入れたら。でもおかしいでしょ、まさか狼たちと話せる。彼が決めた名前だ。彼って誰のこと？この土地の主だ。モンドの主はバルバトスじゃないのか。後で話せ。また手がかりを見つけた。あ、待って、説明してほしいことがまだあるんだけど。レザー、もう行っちゃったぞ。彼だ、あの人たちに囚われた。ひどいな。ひどいとは思うけど、騎士団の立場上。村を襲ったのは俺たちじゃない、流浪の黒狼とその群れ。領地が彼、この土地の主。それはさっきも聞いたよ、ちゃんと説明して。ルピカは奥深く。お前にこれを集めてほしい。これってググプラムの種。砕いて塗ると。確かにググプラムの種の液体にはって本で言う。そこ針で刺すことで種移動する。相手に気づかれず、遠くで子供、紫の師匠が、俺はここで面倒を見る。もう一人の、あの人たちが来ても騎士団として。あんたの友達の狼はまだ潔白だって決まったわけじゃないから。
ググプラムを取ってきて。戻ったぞ。これで足りるか？十分だ。彼と話をしたんだけど、狼たちのルールってすごく不思議だね。ありがとう。この辺をぐるっと回ったけど、狼ってそういうもんだよ。さっき捕まったのがドジなんだ。何をする？お前に用がある。こいつだよ、噂で聞いた狼に育っ。へえ。お前だったのか。最近どうも狼どもが賢く、お前が裏で糸を引いていたんだな。パパとママはどうした？やめて。レザーが口下手だからって意地。ん？騎士団はこいつをかばうのか。村を襲ったのは俺たちじゃない。創造師、我を呼び起こすだけでなく、この北風に捧ぐ供物もなしとは。お前たち、我が一族に害なすだけでなく、真実を見る目も曇ったか、愚か者めが。怒りを鎮めてくれ。外の者をかばうのか、レザー。我の怒りは収まりはせんぞ。お前の剣で奴らの罪を清めるという、お前が人類から学んだ技で鋼鉄の総画を見せてみろ。それ。
こやつが言った通り、よその狼だが、レザー、何時はその何時が持つのは爪と牙ではなく鉄の塊と雷電、何時は人間だ。俺と奴らは違う。俺は何時は狼ではない。これは狼の、そしてそこの人間、レザーにとっての何時に、その意志があれば我のところへ試練を受け、我が言いたいのはこれで全てだ。縁があれば。あ、レザー、そんな顔しないで。そうだぞ、その赤くて熱い女の子が。今ここの外にいる人たちはあんたのことを警戒してる。大丈夫だ、問題ない。ここのものでもない。旅人パイモン、それともう一人の赤い人。あれだけ話したのにまだ私の名前覚えてなかったの？さよならだ。